トランスフォーマーは2007年公開のアメリカ映画。マイケル・ベイ監督、スティーブン・スピルバーグ制作葬式、ドリームワークス制作、パラマウント映画配給、制作費は約180億円。全米では7月4日に公開され、アメリカでの初日興行収入は30億円以上、2週間で240億円以上を記録した。日本では8月4日に公開。 日本版のキャッチコピーは彼らの戦争、選ばれたのは地球。未知なる侵略はトランスフォームから始まる。地球の危機を救ったのは少年の勇気と変形する愛車だった。1980年代から展開されてきた変形するロボットをテーマとする玩具アニメーションコミックシリーズトランスフォーマーの実写映画版。今回の実写映画は侵略と共存がテーマとなっている。 階級のパラマウント側は、今作の工業収入が好調であればという条件付きで続編を制作し、シリーズ3部作とすることを決定していた。当時の3部作という予定を超え、2019年現在で6作品が制作、公開されている。惑星サイバトロン。そこには、機械や金属に生命を吹き込む放射を生む物質、オールスパークによって誕生した。 金属生命体、トランスフォーマーたちが住んでいた。オールスパークをめぐって、オートボットと反乱軍、ディセプティコンの間で激しい戦争が勃発。戦いの最中、オールスパークが宇宙に消えたことによってサイバトロンは、後輩、両軍はサイバトロンの最高のため宇宙へと旅立つのであった。オールスパークが地球にあることを突き止めたディセプティコンのリーダーメガトロンは、 地球に飛来するも墜落し北極圏にて凍りつけとなってしまう。1897年、冒険家のアーチボルト・ウィトー・イキーは北極圏探検の道中でメガトロンを発見し、その時に彼の眼鏡にオールスパークのありかを示す座標が刻まれた。そして現代中東カタールのアメリカ空軍基地に数ヶ月前に撃墜されたはずの軍用ヘリコプター。 メガヘルツマイナス53が開い通信を試みる米軍だったが、メガヘルツマイナス53は突如ロボットへと姿を、海基地を殲滅させ、さらに国家機密データにハッキングを試みる。その正体は、ディセプティコンの兵士ブラックアウトであった。このような被害の通達を受けたアメリカ国防総省では、警戒態勢が敷かれるが、ディセプティコンの兵士、フレンジーが、 エアフォースワンに侵入し、ハッキングを成功させた。壊滅したカタール基地のわずかな生き残りであるアメリカ軍兵士ウィリアム・レノックスらは、襲撃者の情報を伝えるためディセプティコンの追撃を受けながらも本国への帰還を試みる。場面は移り、アメリカのロサンゼルス、アーチ・ボルトの子孫である少年、サム・ウィトウィッキーは、車購入資金を集めるため、 メガネを含むアーチボルトの遺品をネットオークションに出品していた。ようやく父親の許しを得て中古のカマロを購入したサムはカマロのおかげもあって憧れの美少女ミカエラ・ベインズと急接近する。しかしサムはある真夜中にカマロが突然動き出しロボットに変形する様を目撃、またある日にはミカエラと共にロボットに変形するパトカーの襲撃に遭うなど、 立て続けに奇妙な事態に直面する。そしてパトカーに変身していたディセプティコンの兵士バリケードに襲われる二人を救ったのはカマロに変身していたオートボットの戦士バンブルビーであった。バリケードとフレンジーを撃退した後バンブルビーが空に向けて送ったメッセージをもとにオートボットのリーダーオプティマスプライムとその仲間のジャズアイアンハイドラッチェットが地球に集う。サムは オプティマスからサイバトローンの過去とアーチボルトのメガネを持つ自分がこの戦争の鍵を握っていることを伝えられるのであった。メガネをオプティマスプライムに渡そうとしたその矢先、サムたちはシーモア・シモンズ率いる秘密組織セクター7に拘束されてしまう。彼らは以前からトランスフォーマーの存在を確認しており、秘密裏に調査活動を行っていた。 サムを救出しようとしたバンブルビーも捕まってしまうが、オプティマスプライムらオートボットたちは人間を傷つけることを良しとせず、やむなくその場を離れた。サムたちをはじめ、カタールから生還したレノックスたちは、フーバーダムへと案内されるが、そこには冷凍保存されたメガトロンとオールスパークが保管されており、歴代のセクター7はそれらを研究し、 現代の科学技術の進歩のために使用していたことを明かされる。サムはオールスパークをめぐるオートボットとディセプティコンの構想について説明し、解放されたバンブルビーはオールスパークを手に入れるが、一方でディセプティコンのナンバー2であるスタースクリームの襲撃とフレンジーの潜入工作によってメガトロンが復活してしまう。エノックスの提案でフーバーダムから離れた街へ、 オールスパークを移動させることになる。街へ向かう途中、メガネに刻まれた情報を元に駆けつけたオートボットたちと合流するが、情報を嗅ぎつけたディセプティコンたちも現れる。やがてサムたちは街にたどり着くが、すでに街はディセプティコンによって包囲されており、そして戦闘が始まる。バンブルビーが足を故障し、ジャズがメガトロンによって殺害されるなど、絶望的な状況に陥るも、 ミカエラはバンブルビーと協力してブロールを倒し、レノックスたちは決死の戦法によってブラックアウトの撃破に成功。ボーンクラッシャーとの戦いで足止めを食らったオプティマスプライムも到着し、ついにメガトロンとの一騎打ちが始まる。オプティマスプライムはメガトロンの圧倒的な力に追い詰められるが、メガトロンは米軍の戦闘機械 -22 の集中砲火を、 浴びて形成は逆転。その隙にサムがオールスパークをメガトロンへと融合させ、メガトロンはその強大な力に耐えられず破壊された。戦いは終わり、メガトロンの残骸はローレンシア海溝へと沈められた。オールスパークが消滅したため、惑星サイバトロンを復活させることはできなくなってしまったが、オプティマスプライムは地球を新しい故郷と定め宇宙に散った仲間たちへ、 メッセージを送った。しかし、一人逃げ伸びた、スタースクリームは、ある目的のために、宇宙へと戻っていった。サミュエル・ジェームズ、サム・ウィトウィッキー、サム・ウィツ・イッキー、エンシャイア・ラブーフ、吹き替え小松市方本作の人間側の主人公。三枚目で、そそっかしい普通の高校生。チワワの猛情を飼っている。父、ロンとの約束を果たし、中古車屋で錆びついた。 シボレー・カマロの74年型を手に入れた。このことで計らずもトランスフォーマーの構想に巻き込まれ、戦いの中で徐々に成長していく。イーベのユーザーネームはプレイボーイ217。アメフト部の入部テストを受けたことがある。ミカエラとは小学校からの同級生だが、転校生と間違えられるほど存在感が薄かった。 ウィット・ウィッキーという姓はアニメ版に登場するスパイクのファミリーネームから引用したもの。ミカエラ・ベインズ、ミカエラ・ベインズ・エン、ミーガン・フォックス、吹き替え、登場カナコ本作のヒロインで、クールで行動的なサムのクラスメイト。車泥棒の父親の家業をさまみまねで覚えたが、ある日身代わりに逮捕された。当初は、 サムのことを気にも留めていなかったが、サムと戦いに巻き込まれていくうちに次第に思いを寄せていく。愛車は、ベスパイル X150。車好きである。オプティマスプライム、オプティマスプライム製、ピーター・カレン、吹き替え、ゲンダテッショウ ID ナンバー MA-01、オートボットの総司令官。ファイヤーパターン入りのピーター・ビルト379、トレーラートラックに変形。 エナジーブレード等が武装で、指示だけでなく戦うこともできるリーダー。自由は、すべての生き物が持つ権利をモットーに、自らを犠牲にしてまでも、人類を守ろうとする。本作でのオプティマスプライムは、俳優リーアム・ニーソンのイメージをモデルとし、より哲学的な思想を語る人物として描かれている。バンブルビー、バンブルビーイ、マーク・ライアン、吹き替え、加藤亮。 オット ID ナンバー MA-03、オートボットの石膏でトランスフォーマー側の主人公。サムを保護するため一足先に送られてきた。イエローのシボレーカマロに変形。武器は腕のプラズマキャノン。当初は二代目カマロに変身していたが、中盤で新型カマロを再スキャンする。地球に来る前の戦いで音声機能が損傷しており、サムと出会った時はラジオを使って、 コミュニケーションをとっていた。メンバーの中で最も若く、コミカルで、表情豊かな面がよく見られ、戦術の再スキャンも見返らに、オンボロカマロと言われたことが原因である。旧カマロの時の車内には、ミラーボールや蜂のマスコットがついていた。物語序盤でバンブルビーが中古車店に駐車した際、黄色いフォルクスワーゲンビートルが隣に置かれているが、これは、初代アニメでバンブルビーが、 同車両に変形していたことに対して敬意を払い登場させたものである。キャラクター性はマイケル・ J ・フォックスがモデルとなっており、キャスティング候補にはフォックス本人が挙がっていた。また、ビークルモードとなる新型カマロはゼネラルモーターズ社のトップシークレット車両であり、撮影時には最新の注意が払われた。メガトロン、メガトロン製、ヒューゴ・ウィービング、吹き替え。 中村光太郎 ID ナンバー MD-07 ディセプティコンのリーダーで一作目のメインビラン。ガング CM ではディセプティコン破壊大帝と紹介されるエイリアンジェットに変形。キューブを追って古代の地球に飛来したが重力に引かれて北極海に墜落し、そのまま凍結していた。時を経てアーチボルト一等一ーによって発見され、ナス -1 と命名されて、 冷凍状態のままセクター7に保管されていた。その身体構造を解析して、人類の科学技術の発展に利用されていた。市街地戦ではジャズを殺害し、オプティマスプライムとの一騎打ちでも彼は圧倒するが、空軍の戦闘機械 -22 の攻撃で致命傷を受け、最後はオールスパークをサムによって胸に押し込まれて倒された。武器は、 右手のチェーンメースと両手を組み合わせて変形させる。フュージョンカノン民間人、ロンウィトウィッキー、ロンウィツイッキーエン、ケビンダン、吹き替え、後藤哲夫さんの父親で、アーチボルトの彦。陽気でおっちょこちょいだが、着物座った性格。自分の若い頃と重ねているのか。息子には、少々甘い様子。園芸が趣味で、自宅の庭の芝に立ち入られることを非常に嫌がる。 愛車は、オースチンヒーレイ100。ジュリー・ウィトウィッキー。ジュリー・ウィツイッキー・エン。ジュリー・ホワイト。吹き替え。野沢ゆかりサムの母親。夫とは違い少々厳しいが、脳天気でおしゃべりな面では同じ。アルコールが入ると、さらに上絶になり、劇中では下ネタを飛ばしてサムとロンをアゼントさせた。アーチボルト・ウィトウィッキー。アーチボード・ウィツイッキー・エン。ウィリアム・モーガン・シェパード。吹き替え。 藤本譲るサムの高祖父で探検家。1897年に北極を調査中、崩落した氷の下で未知の物体を発見。この発見は裏で人類最大の大発見と称されている。彼の遺品であるメガネを、彼のモットーであるノーサクリファイス、ノービクトリーという言葉は、ウィトイッキー家の家訓として語り継がれている。ボビー・ボリビア、ボビー・ボリビア園。 バーニー・マック、吹き替え、岩崎・ヒロ中古車店のディーラー。利益次第で態度を変える厳禁な性格。ニャンドゥーというボリビア産の鳥を飼っている。マイルズ・ランカスター、マイルズ・ランカスター園、ジョン・ロビンソン、吹き替え、細谷・吉政サムの友達。女の子に興味を持つ年頃だが、女子の気を引くためにという理由できにぶら下がったりするなど、若干ずれたセンスの持ち主。 大型犬を飼っている。聖は、小説版より、トレントでマーコ、トレントでマルコエン、トラビス・バン・ウィンクルサム、ミカエラのクラスメート。筋骨隆々とした体格で、典型的ないじめっ子気質。ミカエラのボーイフレンドだったが、些細な喧嘩が原因で、ミカエラとは、序盤であっさり別れてしまう。聖は、小説版より、政府、軍人側、ウィリアム・レノックス。 ウィリアム・レノックス・エン、ジョシュ・デュアメル、吹き替え、矢崎・フミヤ・アメリカ陸軍隊移。カタール基地襲撃事件の生存者。帰国の後、トランスフォーマーとの実戦経験が承認され部隊の指揮を任される。現場では勇猛果敢な兵士だが、家族の前では一人の父親であり、生まれたばかりの娘とテレビ電話で対面した際には、出来合いぶりを見せていた。最終決戦時には、 路上に乗り捨てられていたアプリリ RSV1000R を借り、ブラックアウトを撃破するなど、部隊を率いて、戦果を上げた。GI 上シリーズに登場する、ワイルド、ロバート・エップス、ロバート・エップス・エン、タイリー・スギブソン、吹き替え、山野井人氏アメリカ空軍技術軍装で、レノックスの部下。カタール基地襲撃事件の生存者の一人、以後は戦闘機を要請。 誘導するなど随所で活躍する。シーモア・シモンズ、セイモア・シモンズ園、ジョン・タトゥーロ、吹き替え超トランスフォーマーの存在を調査するセクター7捜査官。規則は絶対遵守、スーパーマンのロゴをパロディしたセクター7のランニングシャツを着ているなど組織に忠実だが、それゆえに融通が効かない、顔面な性格で、ケラーからも変わったやつと評される。 セクター7本部でのフレンジー襲撃時、ケラーと共に火炎放射器やショットガンで応戦する姿を見せる。制作段階では、シモンズ役はロバート・デ・ニーロやジェームズ・ウッズ等が候補に上がっていた。ジョン・ケラー、ジョン・ケラー・アーエン、ジョン・ボイド、吹き替え、平野実アメリカが州国国防長官。ブラックアウトのカタール基地襲撃を国家の危機と判断し、 国家防衛のために奔走する。当初は、マギーの意見を一周していた。フレンジーの襲撃に対しては自ら銃を取って、戦った。マギー窓戦、マギー窓戦炎、レイチェル・テイラー、吹き替え、林マリハナカタール基地でのハッキング信号を解析するために、民間から結成された、ハッカーチームの一人で、フレンジーのエアフォースワンからのハッキングに真っ先に気づく。終盤では、 国防長官のアドバイザーとして、セクター7本部に赴くことになる。グレン、ケラー、シモンズと共に空軍との連絡が取れるように作業するが、途中でフレンジーの襲撃に遭う。また、本編ではケラーからショットガンを受け渡されるシーンだけだが、メイキング映像で扉越しにいるフレンジーに向かって罵声を浴びせながらショットガンを撃つ場面がある。また、 作中15センチメートルのハイヒールを履いており、国防省に招集要請される前のオフィスで両手に資料を抱えながら、エレベーターのボタンをヒールで押すという未公開映像がメイキングで収録されている。グレン・ホイットマン、グレン・ホイットマンアンソニー・アンダーソン、吹き替え、高木渡るマギーの友人の黒人男性で、肥満体の天才ハッカー。少々ふてぶてしい性格。 口うるさい祖母や自分を上回る巨体のいとこと同居している。マギーが無断で持ち出したエイリアンの信号を解析した。終盤では、マギーと共にセクター7に向かう。マギー、ケラー、シモンズと共に空軍との連絡が取れるように作業するが、途中でフレンジーの襲撃に合うも、パソコンで作った即席のモールス信号機で空軍との連絡を取れることに成功し、 深い -22 部隊の出撃要請に成功する。ホルヘ・フィゲロア、ホルヘ・フィゲロア園、アマウリーのラスコ、吹き替え、シムラ・トモユキ・レノックスの部下。愛称はフィグ。南米出身で、相手に通じなくともお構いなしにスペイン語を話し、その度にどやされる。カタール基地から脱出するが、スコルポノックとの交戦中に爆風を浴びて負傷する。小説版では、レノックスと共に輸送機で、 帰国の途に着く途中の機内でスコルポノックの攻撃で受けた傷が原因でレノックスに見守られながら生き耐えてしまう。パトリック・ドニリー、パトリック・ドネリーエン、ザック・ウォード、吹き替え、佐藤節次レノックスの部下。黒縁のメガネが特徴。レノックスたちと共にカタール基地から脱出するが追跡してきたスコルポノックに背後から体を貫かれ、地中に引きずり込まれて絶命した。 トム・バナ・チェック、トム・ベナ・ジャック・エン、マイケル・オニール、吹き替え、原康シギセクター7のエージェントの一人。彼がケラーに火星探査機ビーグル2号の事故の真実を報告したことで一連の攻撃が地球外からのものによることを確証させた。オールスパークを求めて惑星、サイバトロンからやってきた地球外生命体。魂とも呼ぶべきスパークを内蔵し、 金属から構成されたボディを持った金属生命体である。降り立った惑星の環境に適応するためにトランススキャンと呼ばれる能力を持ち、質量がほぼ一致する様々な物体の姿に外見から内部構造、機能に至るまで擬態することができる。トランススキャン能力は自由に変更が可能であり、新たな対象をスキャンして取り込むことも過去のデータを任意に引き出して使用することもできる。 また偽装用として、車内や機内に3時元映像の上員を投影することも可能である。オートボットオールスパークを求めて地球にやってきた正義のトランスフォーマー軍団で、惑星サイバトロン復興のためオールスパーク創作に尽力。軍団名は、自立型ロボット生命体が由来。ラチェット、ラチェット星、ロバート・フォックスワース、吹き替え、羨ましの ID ナンバー MA-02。 軍意見科学者。黄緑がメインのハマー H2 のレスキュー車に変形。手術用のハンマーや回転カッターなどを巧みに使ってディセプティコンと戦った。ややデリカシーに欠ける一面も持っている。ラチェットが変形するレスキュー車は実在するものではなく映画スタッフが改造した架空のレスキュー車である。ジャズ、ジャズ性、ダリウス・マッカリー。 吹き替えクスの機体点 ID ナンバー MA-04 副司令官。シルバーのポンティアックソルスティス GXP に変形。全員インターネットから人間言語を学習したが彼はスラング混じりのそれを学習した。メンバーの中では最も小柄だが、臆せず敵に挑む。バンブルビーがセクター7に捕まった際にもバンブルビーのことを心配する、と仲間思いない一面も見せる。 その性格ゆえ、復活を遂げたメガトロンにも体術で挑みかかる。アイアンハイド、イロンヒデセイ、ジェス・ハーネル、吹き替え、北川勝博 ID ナンバー MA-09、武器担当技術兵。黒の GMC トップキック C4502 変形。オプティマスプライムとは長い付き合いだが、人間の存在を心よく思っていなかった。両腕のキャノンと重火器を使いこなす。 戦闘のプロフェッショナル。You Feeling Lucky, Punk のセリフは、クリント・イーストウッド演じるダーティ・ハリーのセリフである、Do I Feel Lucky, Well Do や、Punk のパロディである。ディセプティコン軍団名のディセプティコンは、疑瞞の民、反逆者の意味を持つ。オールスパークを狙って地球に侵入した悪のトランスフォーマー軍団であり、オールスパークを悪用して、 他の惑星の機械を操り支配しようと企む。スタースクリーム、ストスコーリム星、チャーリー・アドラー、吹き替え、宮沢ただし ID ナンバー MD-08、メガトロン不在の間、指揮を務めていた、ナンバー2、ロッキード・マーティン海 -22 ラプターに変形。NASA の極秘映像に撮影された、火星探査機を破壊する、謎の生命体の正体はこのスタースクリームとされて、おり、 劇中でもプロトフォーム状態の彼が映されている。オールスパーク発見の報告を合図にディセプティコンを召集する。旧シリーズとのデザインの違いが最も顕著なキャラクターであるが胸部に機種が来る。両腕に柿を装備している。背中に翼があるなど細部の衣装は受け継いだものになっている。本作に登場するディセプティコンで唯一生還した。ブラックアウト。 ブラックアート ID ナンバー MD-01 シコルスキーメガヘルツ -53 ペーブローに変形。本作に登場するトランスフォーマーでは一番大柄。多彩な武器を持ち、特にプラズマキャノンは放射線上に拡散して広範囲を薙ぎ払う強力な武器である。他にも胸部に格納されたキャノン砲や格闘戦の際に展開される手首のローターブレードがある。 カタール基地を襲撃した際、赤外線カメラで、エップスに撮影される。空軍の戦闘機械 -22 の攻撃を受けた直後、弱点である胸の下をレノックスに打ち抜かれて死亡した。なお、最初の変形シーンでは、G1 シリーズと同じ効果音が使用されている。機体番号の 4500X は、マイケルベイの自家容器の番号でもある。バリケード、バリケード製。 ジェス・ハーネル、吹き替え、北川勝弘 ID ナンバー MD-0 に、A パトカー候補者となった、サリーン S281 に変形。フレンジーと共にサムを襲い、オールスパークの所在が刻印された彼の祖父のメガネを、狙うが、バンブルビーの妨害に愛好戦する。ディセプティコンの基準でも、気難しく、働き者。ピークルモード時に、後部側面に書かれている。 ツープニッシュインスレイブという一文は、アメリカの警察車両に書かれている標語である、ツープロテクトサーブをもじったものである。劇中では、途中から姿を見せなくなり、その後の扱いについては、各媒体でさえがある。小説版では、ボーンクラッシャーが、オプティマスプライムに倒された直後にオプティマスプライムに、挑み、腰をねじ切られて死亡したとされ、アメコ、 その後の実写映画版、第3作目においては、同名同型のディセプティコンが登場しているが、担当声優が変わっており、1作目に登場したバリケードと同一人物なのかは不明。フレンジー、フレンジー製、レノ・ウィルソン ID ナンバー MD-0 に、B メンバーの中で最も小さい、情報活動を行うディセプティコン、グランプリの CD プレイヤーに変形。 エアフォースワンに侵入して国防総省のコンピュータにハッキング。バリケードと共にサムを襲う。体が破壊された際、一時的にミカエラのスマートフォンに偽装した。武器は胴体から出される手裏剣状のカッターと両腕の小型マシンガン。メガトロンを解放し、セクター7でマギーラを追う。フレンジーが発している早口のサイバトロン語はツタンカーメンという単語を デジタル加工して作られたもの。ただし要所ではきちんとキーワードを交えた会話をしている。基本的にディセプティコンの目の色は赤だが、フレンジーの目の色は青である。もともとこのキャラクターはサウンドウェーブとしての登場であったが、ストーリー上の事情で従来のサウンドウェーブの存在感を引き出せないため、マイケル・ベイがサウンドウェーブの代わりになる存在として、 新しいオリジナルのディセプティコンを考案したのがフレンジーである。実写映画版第2作目において意外な形で登場している。ブロール、ブロール ID ナンバー MD-03 戦車をスキャンした際ブロールの方が質量が大きかったため M1 エブラムスを元にしたオリジナル戦車に変形。市街地でレノックスたちと激闘を繰り広げるがミカエラとバンブルビーの 連携プレイにより倒される。当初の名前はコンバットロンのブロールだったが、映画会社とガングメーカーの通達ミスで映画では、デバステーター、ガングはブロールという名称になっている。スコルポノック、スコルパノック ID ナンバー MD-04、ブラックアウトの背中から出されるサソリ型ディセプティコン。尻尾を除く、胴体部の長さが2.6メートルと小型で、 動物程度の知能しか持たないが、主人の命令には忠実に従う。ブラックアウトの命令でエップスを追跡する。ロボットモードは、玩ングでのみ存在する。武器は、尻尾のスピアと前足のスピニングピンサー。劇中では、砂漠で、エノックスたちと交戦し、逃亡した後行方不明となり、市街地での最終決戦にも召集されなかった。ボーンクラッシャー、ボーンクラッシャー制。 ジミーウッド ID ナンバー MD-09 ホースプロテクションバッファローに変形。脚部のタイヤをローラースケートのように利用して走り、背中の巨大な爪と長い腕を武器にオプティマスプライムに戦いを挑むが首を切断され死亡した。変形車種であるバッファローはカタログに掲載されていた写真の地雷処理を苦労の迫力を見込まれての起用だったが、 実際に実物を確認してみるとその大きさは36センチメートル程度しかなかったため、急遽大型のクローンが増設された。イヤーでのプロモーション何度か実写化は企画されてきた、ものの映像面の問題や物語展開が困難などの理由で不可能とされてきたが、映画会社が実写化を強く要望したためついに実現した。企画の段階では、スティーブン・スピルバーグが監督する意思があったが、 脚本が完成した段階でメガホンを取る時間が避けず、また、脚本の内容から自分よりも若い監督がメガホンを取るべきと判断したため、制作葬式に回りマイケル・ベイに監督を依頼した。スピルバーグは制作葬式だけではなく、ベイ監督にも演出面で経費を節約するアドバイスを行っており、2億ドル以上かかると言われた本作の制作費を1億5000万ドルまで、 抑えた。マイケル・ベイは監督オファーの話が来た際、子供向け玩具を原作とする本作の監督をすることに難色を示していたが、ハズブロのトランスフォーマーに関する研修を受けさせてもらい、映像資料などを見ていくうちに考えを改めたという。終盤において、メガトロンに指一本で弾き飛ばされた男性は、エキストラ出演したマイケル・ベイ本人である。 フィルムの VFX チームは、同時期に、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドの VFX 制作の依頼が来ていたが、スタッフのほとんどが、トランスフォーマーのファンだったため、同映画の制作を蹴って、本作を選んだ。ダイ・ハード4.0、スパイダーマン同様、少年が困難に対処する中で男気を発揮し、最後に、憧れの女性の心をつかむというサクセスラブロマンスの、 形式となっている。作中でバンブルビーが変形する新型カマロを使用するにあたり、ゼネラルモーターズが自社ブランド自動車の使用を条件に出したことから、オプティマスプライムとバリケードを除く主要車種が GM 社の車で統一されている。キャラクター作りは宝とメーから間接的な協力を得て、オリジナルにできるだけ忠実ながら実在性を考えてデザインされた。 総勢20人ほどのデザイナーが集められデザインされている。本作の制作中にオプティマスプライムの実写用のコンセプトデザインがネットに流出した際、マイケル・ベイはそのデザインに不満を抱いたファンから脅迫を受けたことがある。トランスフォーマーたちの変形シーンはマイケル・ベイのワンカットで見せたいという要望に個体細部までリアルに作り込まれている。 最大で2万個以上の部品が動く複雑な変形シーンのアニメーションは CG アーティストの山口啓治が担当した。一体当たり数万という破格の部品数で構成されていたことから制作当初動かそうとしただけでイルム300台のパソコンが一斉に停止するという事態を引き起こした。本作のトランスフォーマーたちの動きにモーションキャプチャーは使われておらず、 すべてアニメーターたちの手作業による動きをつけられている。ただし、戦闘シーンに関してはスタントマンたちによって行われた実際の立ち回りのテストショットをベースにしている。また合成に必要なブルーバックなどもほとんど使用されなかった。長時空要塞マクロス等、日本のロボットアニメーションも参考にしている。アメリカ軍が参加した撮影風景本作では、 トランスフォーマーの巨大感を出す演出に際し、遠くにいる場合は遅く、近くにいる場合は素早くといった演出方法をとっている。これはカメラから遠い場合は遅い動きの方が重量感が出るが、カメラに近ければ巨大なロボットがスピード感のある演出で動き回っても違和感がないという判断に基づいた演出である。脚本画具を好意的に描いているため、 戦闘シーンは、アメリカ軍の全面協力を得ることができ、エキストラの多くに、現役軍人や、退役軍人などが参加している。また、カイマナス2 2イナス5 3ベーブロー V-22 オスプレイ A-10、サンダーボルト 2AC-130、ガンシップなどは、模型や CG ではなく、本物が貸し出され、他の映画では見られない、 これらの兵器が大活躍している臨場感ある希少なシーンを撮影することができた。カタールでスコルポノックとの戦闘でアメリカ国防総省を呼び出す際にクレジットカードの使用の有無で手間取っていたが、これは湾岸戦争において実際の戦闘であったエピソードをモチーフにしている。全シリーズを通して敵キャラクターのメガトロンを演じたヒューゴ・ウィー・ビングは来日インタビューにてあれは 妙な仕事だったよ、と、シリーズ初期のことを10回。ヒューゴは、この時期、舞台にも出演していたと言い、他のことに取り掛かっていた時期に、2時間程度で終わった、声の仕事でしかなかったと明かした。本作についての知識は、一切なかったのだというヒューゴは、世界的大ヒット作で誰もが知る悪役の一つを、演じたことは自覚しながらも、僕と米監督のつながりは、非常に拙ないものだよ。 何せ僕は彼に会ったこともない。セットにいたこともないし、彼の顔を見たのはスカイプだけだと明かした。さらに、脚本も読んでいないんだよ。自分のセリフだけしか分からなくて、そこにどんな意味が含まれているのかも分かっちゃいなかった。これまでああいった仕事はしたことがない。だから、あの作品について語れることはこれ以上ないんだと、インタビューで語っている。 第34回サターン特殊講果賞、第17回 MTV ムービーアワードでは、ベスト作品賞を受賞。スクリーム賞では、最優秀 SF 映画賞に選ばれ、オプティマスプライムとメガトロンの最終決戦が、ジャンプフロム・ユア・シート・シーン・オブ・ザ・イヤーに、輝いた。第80回アカデミー賞では、録音賞、音響編集賞、視覚効果賞に候補としてノミネートされた。全米で、 大ヒットとなったため、米国映画では巨大ロボットものがマス市場で初めて成功した例となった。これが前例となり、ホラー映画に続き、日本の漫画、アニメーションの映画化が複数制作発表された。2018年のゼネラルモーターズジャパンの発表によると、日本でシボレイカマロを購入する年齢層は20代が28%と最も多いが、これは 子供の頃にトランスフォーマーを見た世代が車を買う年齢に達したことが指摘されており、新車発表会でバンブルビーの人形を一緒に展示すると反響が大きいという。2007年12月19日にパラマウントより HDDVD 版と DVD 版の2フォーマットをリリース。2009年5月22日にはブルーレイディスク版をリリース。ブルーレイ版では 日本公開当時に販売されていたパンフレットの縮小復刻版が同封されている。ブルーレイ版では HDDVD 同様インタラクティブ機能を収録したほか、ブルーレイ版だけの特典 BD ライブも収録。2007年当時、パラマウントが HDDVD 支持を表明し、映画トランスフォーマーのブルーレイディスク版を発売しないと発表したことについて、 同作品のマイケル・ベイ監督が自身のブログでパラマウントを厳しく批判し、その後謝罪する騒ぎがあった。その後、ブルーレイと HDDVD のフォーマット戦争が終わり、ブルーレイへと企画統一されたことにより、2009年にブルーレイ版も発売された。DVD 版のオプティマスプライムボックスは予約の時点で完売という事態が起きた。トランスフォーマーズ・ビギニングス。 ウォルマート限定の DVD 特典として収録された短編映像作品。ストーリーはビデオコミックをベースとした本編以前の前日端でコミックイラストに音声を当てたビジュアルボイスドラマとなっている。キャストスタッフトランスフォーマーシリーズはガングシリーズを軸にメディアミックスを行ってきたシリーズであり、ガングは単なるキャラクターグッズに留まらない原案として位置づけられてきた。 本作の場合は、映画主導で、作品や、キャラクターデザインが作られているものの、変形可能な玩具の商品化はこれまで、道リトランスフォーマーシリーズの玩具展開に携わって、北宝富と初風呂が参加しており、映画公開に先駆けての2007年6月2日を、皮切りに順次発売された。映画の主要キャラクターの他にも、劇中では、早く扱いであったキャラクターや、 映画に登場しないガング独自のキャラクター、関連作品、トランスフォーマー・ザ・ゲームに登場するキャラクターなども商品化されている。トランスフォーマーシリーズにおいて、ガング化を前提としていないデザインに基づく商品化は本作が初であり、さらにはハリウッドからわずかな資料しか渡されなかったため、各キャラクターの姿は劇中のものを再現しつつも変形構造については、 オリジナルのスタイルで制作するという形で制作された。玩具家にあたっては複雑な変形構造を採用しつつもオートモーフ機構と称する劇中の変形をイメージして複数のパーツが連動して、玩具 CM のナレーションはマサムネ一世が起用されている。マサムネはアニメ第一作をはじめ多くのトランスフォーマーシリーズの CM でナレーションを担当しており、 当時の視聴者に強い印象を残した人物であった。映画関連玩具を含めたトランスフォーマー玩具の売り上げは日本国内で前年比5.5倍となり、アメリカでもクリスマスに欲しい玩具ランキングの男子部門で1位を獲得するなど好評を博し、需要に対して供給が間に合わなくなるほどの反響があったという。トミーにとって映画の玩具がこれほど売れたという前例はなく、 公開期間が数週間しかない映像作品がどれほど売れるのかという点については半信半疑でもあったとしている。一方、あまりにも本作の玩具の売れ行きが好調であったことは他のトランスフォーマーシリーズ作品にも影響を及ぼしている。同時期から準備が進められていたトランスフォーマーアニメテッドの展開は、それ自体は比較的好調であったにもかかわらず、 本作の玩具展開に注力するという判断から縮小を余儀なくされたというアランディーン・フォスターにより映画の内容をもとにしたノベライズ版および映画版の設定に準拠した前日版ゴースト・オブ・イエース・スタデーが小説として出版されており日本では早川書房、早川文庫から日本語訳版が出版されているトランスフォーマー・ザ・ゲームを参照ありがとうございます